材料はいちご、砂糖、豆乳、溶き卵、食パン。食パンはあらかじめ食べやすい大きさにカットまたはちぎっておきましょう。ボウルに砂糖、卵、豆乳、いちごを加え、よーく混ぜましょう。次に食パンにかけ、浸します。電子レンジで1分半加熱しましょう。火が通ったら完成。いちごの他にバナナや桃でも美味しいですよ。作ってみてね。